ルビさん大好きなガムを一生懸命噛んでおります。まあ、大好きっていうとちょっと違うかもしれないんだけど、いつも最初あげるときはなかなかね食べないんだけどね。ダイヤは大好きガムなんだけど、こう誰かが食べた後でちょっとこうガムがふにゃふにゃで柔らかくなるとそれを食べるって感じ。でも実はこのガムちょっと大きいんだよね。わざわざ今日大きいの、少し大きめを買ってきたの。なぜかというと、こんなちっちゃい体だから大きいのいらないでしょ、ね、だからダイヤがすごく好きで、いつもこうずすぐ終わっちゃうので、ちっちゃいガムだと。だからダイヤ用にちょっとこれ大きめを買ってきて、ルビーとノエルには小さいのをさっきあげたんだけど、気がついたら一個もないんだよね。でルビーがダイヤのやつをこう取って食べてる。だからダイヤは欲しいんだけど、近寄ると怒られるので、周りを一生懸命うろ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 で取られないように何度もこう移動をして、ガリ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 。でもさっきまでね、さっきあげたばっかなのに、誰が食べちゃったんだろう。ダイヤは2人分食べちゃったのかな、一気に。小さいから見てなかった。どうなんだろう。で今はノエルはもうなんか興味なしって感じで、ケージの中に寝てる、いつもの定位置で。でダイヤとルビーはとにかくダイヤ君は欲しい、近くに寄るとうーと言って怒られる、こんな感じなんですね。夢中。あら、まあ、ダイヤ君取られちゃったね。ダイヤ君ちっちゃいやつ食べちゃった、ルビーとノエルのやつ。ちょっとマミ見てなかったからわかんないな。どこ行っちゃったんだろうね。探してもないもんね。どっか誰か隠したのかな。でも見当たらないしね。ルビーさん一生懸命、後でちょっとダイヤ君にも分けてあげなね。まあでもそのうちきっとなんかで取られるんだよね、ダイヤにね。ダイヤ君ちょっと取られちゃったね。こんな感じで、元保護犬たちの、日々の様子を、お送りしています。あやチャンネル、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。 See you!